行くぞ。あ、フェル、結界はしっかり張ってくれよ。押すな、押すなって。さっさと行かんか。スライム、スイを可愛がってる俺としてはちょっとやりにくいけど。スイ、見事な攻撃だったぞ。高濃度の酸液か。これだけの攻撃ができるとは、スイは特殊個体なのかもしれんな。今度はお主がやってみろ。よし、ストーンバルト。うん、食事の効果。これってダンジョンとは生き物のようなものだ。ここで死んだものは魔物であろうと人間であろうと、ダンジョンに吸収されその糧となる。絶対ダンジョンでは死にたくないな。次の回はホーンラビットが出る。角に注意するのだ。魔法を使え、魔法。次の回はゴブリンだ。また来たー。ファイヤーボール。土魔法を使えと言ってるだろ。怖いと得意な方を出しちまうんだよ。今思ったんだけどさ、ここの奴らなんでフェルがいるのに襲ってくるんだ。森じゃ他の魔物は寄っても来なかったろう。ダンジョンの魔物は相手の強弱に関わらず、侵入してきた者を敵とみなすのだ。ゲームじゃ普通だったけど、実際襲われると分かってて入るとか意味わかんねえよ。ここからはコボルトが出るぞ。コボルトっていうと、お主の足では逃げられんぞ。ストーンバレット。やった。やはり実戦に限る。どうだ、今のは良かっただろう。まだまだだ。で、小石3つ飛ぶようになったくらいでうぬぼれるな。よし、こうなりゃ撃って撃って撃ちまくって習得してやる。その息だ。ダンジョンも次の回で終わる。この最下層は広場になっている。以前は10匹ほどのコボルトが群れていた。心してかかる。10匹もかよ。これは多すぎじゃねえのか。増えた。これほどの群れとなればおそらくは無理だって。さすがに。とりあえずお主とスイで倒してみろ。結界もあるし心配はいらん。いざとなれば我もいるしな。いや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 、スイはやる気だぞ。スイ、なんでお前そんなやる気なの。俺の可愛いスイは戦闘狂だったの。お主に比べればスイの方がよほど勇敢だな。それいけ。えぐい。ほれ、お主も行け。え、ストーンバレット。ストーンバレット、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 バレット。
いぶやっつけたんじゃないか。どこまでだってやってやる。逃げてばかりではいずれやられるぞ。ストーンパレット。ストーンパレット、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 パレット。何なんだこいつ。言い忘れていたが、そやつの攻撃となれば我の結界も危ないかもしれん。え？当たるなよ。ストーンバレット！おい、嘘だろ？おい、ストーンバレット！魔力切れ、こんな時に。その程度で我の結界が破られるわけなかろう。グリフォンの縄張りに入って3日が経った。そして今グリフォンに遭遇している。フェル、うろたえるな。クルー、フェンリル様、お願いあります。てか喋った。人語を話すとはよほど知能が高いと見える。人の言葉話せる俺だけ。群れの王者なるため俺と戦ってください。強いフェンリル様と戦うみんな俺認める。群れの王者になるための試練ってことか。どうかお願いします。よかろう、手加減はできんぞ。わかってる。死ぬ覚悟はできているようだな。フェル、殺すなよ。スイ、起きてくれ。では行くぞ。
やりすぎだ。手加減はできんと言ったはずだ。限度ってもんがあるだろうが。おい、良いのだ。フェンリル様、本気、俺のためありがとう。くそ、水も頼む。いっぱい治るやつだ。わかった。大丈夫か。ああ、傷が何もできずに負けた。なあ、そうでもないぞ。ちゃんと相手を見ろ。な、伝説の魔獣フェンリルにちょこっとだけど傷を負わせたんだよ。そうなんだろ、フェル。悔しいが、そうだ。俺がフェンリル様に。なんだ。さ、認められた。フェンリル様、ありがとうございました。人間、これやる。あ、どうも。あと次、ここを通っても食べない。どうも。やっぱり人食いなんだ。どうぞ。 あれがワイバー。こりゃやばいわ。我が物顔で飛び寄ってからに。誰と戦うの？ちょうどいい。飛んでいる獲物の狩りをスインに教えてやる。やったー。おい、変なこと教えんな。スイン、乗れ。うわ、こら、ついに怪我させるなよ。いいか、スイ、飛んでいる獲物は頭か翼を狙うのだ。頭は当たれば即死するが、的が小さく外しやすい。そこで翼だ。翼を傷つければ大抵のものは落ちる。分かった。頭外れた。頭は外しやすいと言ったろ。だが、なかなかいい当たりだったようだ。食う時のためになるべく身に傷をつけるな。超シュルー。俺のスイさんがセル化していく。いやそんなことはない。ずっと可愛いスイさんのまんまだ。一匹残っていたか。運動したら腹が減ったな。スイも。